日本発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしてます。武田塾イングリッシュの一席です。森下です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。森下先生、何でも特殊なトイックの参考書を見つけたということで、トイック選んであるテスト 200% 活用模試というですね、非常に不思議なタイトル。 200% 活用、はい、どう活用するんでしょうか。 TTT 模試作成プロジェクトが作ったものなんですけども、まあ、かなり特殊なトイックの模試の本なので、ちょっと説明していこうかなと思いますね、はい、多分ねこの本を書店に行っても特殊すぎて多分分かんないと思いますので、はい、私が代わりに説明します。はい、お願いします。、はい、模試400問プラス復習発展課題404問でっていう、なんだこの復習発展課題っていうですね。しかも404問、はい、中途半端ですね。何なんだっていうやつなんですか、はい、まあ特徴がすごくいっぱいあるんですよ。なるほど、まあ、詰め込みまくっているのでなかなか書店でこの良さは伝わらないだろうなと、はい、いうところなんで、もしかしたらこの動画が書店で流れるかもしれないな、ちょっと。なんとそんなにですか。ちょっと思ってます、まあ、はい、パッと見ただの模試みたいな感じしますからね。でまあ一応ここに載ってる5つの特徴っていうのを、まあ話すんですけど、それだけじゃ全然良さ伝わらないので、はいはい、説明します。まず模試2回分をフル活用したってことですね、はい、トレーニングがついてる。ほう。でこのトレーニングっていうのが特徴なので、なるほど、それを後ほど説明します、はいはい、でトレーニングには難問も多数、これを鍛えれば本番が楽に解けるっていうですね、うん、そうです、トレーニング問題は難しい。おう。で模試全問アビリティーズメジャードの各項目に分類、自分の弱点が分かるという、アビリティーズメジャードっていうですね、正答率のところですね、はい、それぞれリスニングリーディングに5つの正答率を表す場所があるんですけど、どの問題がどこに対応しているかっていうのが分かるようになってますので、なるほど、はい、なのでアビリティーズメジャードを作ることができ、弱点が分かるという模試ですね。おお、それはすごいですね。いわゆる究極の模試に続いて、うん、すごい形の模試ができたっていう形です、はい、なるほど。で模試の結果から本番の予想スコア算出可能、はい、で自動採点サイトがありますよ、うん、ではそのトレーニング説明しておきます、はいはい、まず、まあ、それぞれのですね、まあ、模試があるんですけど、まあ、3回チャレンジ法といって3回解いてもらうよっていう風になってるんですね。3回チャレンジ法、はい、その3回チャレンジ法っていうのがですね、1回目は制限時間ありで、なるほど、ちゃんと解いてもらうと、うん、で2回目は制限時間なしで解くんだ、ね、でリスニングだったら何回聞いてもいいよ。うーん。でその後にトレーニングがあるんです。でそのトレーニングをやってもらった後に3回目は数日空けて解きましょうってことですね。あ、なるほど。なんで解説を読むのは受験2回目の後なんです。でそしてトレーニング受けて、で3回目でどうなるかっていうのになっています。ではその気になるトレーニングを説明していきますね、はい、それぞれのパートにトレーニングがついています。まあ、はい、オントレとテストレっていうのがあって、はいはい、オントレっていうのはまあこのリスニングしてスクリプト見て喋るっていう、まあ、まあいわゆる音読だったりオーバーラッピングだったり、そしてシャドウイングだったり、ああいうやつですね。じゃあ音を聞けるようにしましょうっていうトレーニングがまずありますよ、はい、そうです、まあ、基本的にはオーバーラッピングやって音読して、そしてシャドウイングしようみたいな感じになってます。なるほど。でその後でテストレっていうテストのトレーニングがあります。はい、でパート1であれば選択肢が A から E まで5択の中から正解になるものをあるだけ選ぶ。あ、なるほど。っていう非常に厄介なものになっておりますね。模試と写真は同じなんですけどレベルが上がってるって感じです。なるほど。でパート2のオントレであれば、まあ、またスクリプト見ながらオーバーラッピングだったりとかあって、その後にこのファイルの音声が出て、でその質問の最初の部分を書き取るっていう、まあ、ディクテーションがあるっていう感じです、はい、でさらには、音声聞いてその意味を日本語でいいんで言おうってやつですね。でパート3、4であればまたスクリプトついてその音声聞いてっていうのがあるんですけど、オートプレイですね、はい、でその後でまたテストレがありますね。また説問があって、その説問はどういう意味かっていうのをパッと言えるようにしましょう、日本語で言うってことですね、はい、説問がもう書いてあるんですね。この説問を覚えるのって大事なんで、うん、それをパッと言えるようにしましょう。なるほど。ということですね。で、あ、そうそう、これがすごい特徴的で、はい、会話に出てきた表現が切り抜かれて、でそれと同じ意味になるものは何でしょうっていうのをリスニングするんですよ。でそれで同じ意味になるもの A から D まであるんですけど、あるだけ選べっていうすごい問題があって、で最後に新問、音声は同じなんだけれども1問新しい問題がついてるっていうですね、そういう風になってます、はい、でそれがパート4も同じような形であって、はい、まあ、トレーニングがいっぱいあるんですよ。そうですね、盛りだくさんですね、はい、でリーディングの方もパート5とかも同じように音読だったりシャドーイングだったりっていうのをやって、今度はテストレの方では問題を解くと、で空所が別の位置になってますので、
はい、なんで問題が新たなものになってます。なるほど、文章は同じだけど問われてる場所がまた違うと。そうです、面白いですね。すごい形になってます、はい、でパーツ6もまた音トレですね、音声のトレーニングがあった後に、うん、テストレの方ではまた別の空章があって、でさらには、まあ、パート5形式になっているのが大問1で、うん、大問2の方は文挿入問題ですね、新しい文補充問題になっているという感じです。でパート7もまた音トレでしっかりとやって、その後でパート5形式の穴埋め問題がパート7の文章で作られている、面白い。でさらにはまた新問題ですね、新たな問題が文章に1個ついているという感じですね。という形で、まあ、同じ文章なんだけど問題がたくさんついているよという、なるほど、そういう形式になってます。なのでこのプラス404問という感じなんですね。音声もね、音トレってもうものすごい音読させるし、シャドーイングとかオーバーラッピングさせるので、うん、これだけでもすごいですし、こんなにね一つの素材を生かしてみたいなのはなかなかなかった模試だと思いますので、ぜひともご手に取って見てもらえればいいんじゃないかと思います、はい。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.